どうも皆さんこんにちは、村さんです。いつもどうかご視聴いただきありがとうございます。いや、ついにやってきました、 Amazon のプライムデーセールということで、どんなセールかというとですね、こちらのセールが年に1回行われる Amazon のねプライム会員限定の特別セールということになっております。でね、こちらのセールがですね、本当は今月の16日と17日の2日間の開催予定にはなってるんですけども、早速ねもう昨日11日からですね、もう先行のセールが始まっております。なので実質もう昨日11日から Amazon のプライムデーセール始まっているっていうような状況になります。なので16日17日の2日間の本番に関してはもっとねセール対象品が増えていくんじゃないかなっていうところになります。で、今日はですね、その先行セールでもう結構いろいろとね、おすすめしたいものが安くなってますので、その先行セール品の中から27個ほど、僕のねおすすめの商品をピックアップしてみたので、順番にね紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。じゃあ早速ね商品の方を紹介していこうと思うんですけど、商品の方が27個ほどさっきも言ったようにあるので、ちょっとね駆け足で簡単に説明していこうと思いますので、よろしくお願いします。で、まずですね、そのセールで購入される前に一つだけやっておいてほしいことがあるんですけど、ポイントアップキャンペーンっていうものが毎回 Amazon のセールの時にあります。まあ、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけども、知らない方のためにですね、こちらはぜひやっておいてください。どういったキャンペーンかというとですね、こちらが1万円以上買い物をされた方にですね、最大 15% のポイントアップキャンペーンというようなキャンペーン内容になりますので、ぜひねこちらはキャンペーンに参加するだけでいいので、もう本当にやっておいて損はないキャンペーンだと思いますので、こちらはねぜひ一番最初にチェックしておいてください。で、これから説明していく商品については全て概要欄の方にですね、Amazon のリンク貼っておきますので、もしね気になるものがありましたらそちらからねチェックしていただいて、もし欲しいなと思ったものがあれば購入してもらえたらいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ一番最初はですね、ガジェット&PC 関連というところで、そちらの方のおすすめの商品から紹介していきたいと思います。まず一つ目がですね、CIO の製品になります。ノバポートトリオ2っていうね、こちらがですね、充電器になります。急速充電器になるんですけど、これがね、僕も実際に使ってるんですけど、これがもう急速充電でデザイン性もね、すごくいいんですよ。最近、どのぐらいかな、2年前ぐらいから結構見かけるようになってきたんですけど、すごくねコンパクトで急速充電もできて、でデザインもいいっていうことで、結構ね、ガジェット好きの方にとってすごく好きなデザインになってるんじゃないかなと思います。で、普段のね充電でも使ってますし、あとはねカフェに行って作業したりとか、そういった時にもね、ガジェットポーチに僕忍ばせて、それで充電用に持って行ったりとかもしてるので、こちらおすすめです。こちらがですね、なんと 40% オフとなってます。なのでね、普段6500円ぐらいのものが3980円とかなり安くなってますので、皆さんもチェックしてもらえたらいいかなと思います。はい、じゃあ次行ってみましょう。次がですね、ケーブルになります。アンカーのケーブルですね。こちらがですね、アンカーのパワーライン3フローっていう、ケーブルになるんですけども、こちらがですね、絡まないケーブルっていうところで、結構ね、なんていうのかな、シリコンっぽい柔らかい素材になっているので、こちらね結構便利ですね。ケーブルってカバンの中にぐしゃっと入れてしまった時とか絡まっちゃったりしてる時があるので、これはね結構おすすめかなと思います。はい、じゃあ次行きましょう。次3つ目です。3つ目がですね、ユーグリーンっていうメーカーの、ケーブル、こちらもケーブルになるんですけど、 L 字型の USB-C ケーブルになります。で、ですね、まあ普通の USB-C ケーブルうちにもいっぱいあるんですけど、やっぱりね L 字型のケーブルって意外と重宝するんですよ。やっぱりキーボードに使ったりとか、パソコンの充電で使ったりとかもちろんなんですけど、そういった場面でね使うときに L 字だと結構ケーブルが外側に出たりしないので、邪魔にならないんですよね。結構すっきりするようになるので、これはねかなりおすすめかと思います。で、僕が買った理由は撮影の時の V マウントバッテリーであると思うんですけど、
あのね、バッテリーのケーブルをつなぐときにやっぱり取り回しがしやすいっていうので、やっぱりカメラとかバッテリーから真横にこうケーブルが出ると意外と邪魔になるんですよね。指が当たったりとか、それでケーブルが抜けちゃったりとかすることはないとは思うんですけど、やっぱりその邪魔になるっていうのがちょっと嫌だったので、見た目的にもねあんまりすっきりしない見た目だったっていうのがあるので、それで L 字型のケーブルを結構探してたらこれが見つかって、それでねちょっと買ったっていうような形になります。なんでこういった感じでですね、 L 型なんで横から出て真下にすぐケーブルが行くっていうような形なので、これかなりすっきりしてますよね。で、セールでね 26% オフってなってるんですけど、もうそれで893円っていうねかなり安い値段になってるので、もしね L 字のケーブルとか探してる方はですね、こちらおすすめじゃないかなと思います。はい、じゃあ次どんどん行きましょう。次がですね、アンカー製品になります。でこちらがですね、モバイルバッテリーになるんですけど、マグセーフ対応のモバイルバッテリーっていう風になってます。でここのね、真ん中の丸い印があると思うんですけど、ここがねマグネットになってるので、 iPhone だったりとかマグセーフ対応の iPhone をの後ろにつけてあげるっていうような形になるので、いちいちケーブルにつなぐって煩わしさがないので、これはかなりね便利かなと思います。僕もね結構使ってるんですよね。もうカフェだったりとか、もうカバンに入れてる時ももうこれを後ろにカチャってつけてあげるだけで済むので、これはかなり便利かなと思います。こちらがですね 25% オフってなってて、8000円ぐらいのものがね6000円ぐらいっていう風になってます。はい、次ですね、次ちょっとマイナーなものにはなるんですけど、ですねこちらが HDD になります。ハードディスクですね。はい、こちらがパソコンに内蔵するタイプのハードディスクなので、デスクトップのパソコン使われている方は特におすすめなんですけど、ですねシーゲートっていうハードディスクのメーカーでは結構有名な、ブランドになるんですけど、そちらのねバラクーダっていう標準のものになります。そちらの 8TB っていうね結構容量が大きいものがセールの対象品になってました。で僕がね MacBook とかじゃなくて Windows のねデスクトップ使ってるんですよ。なのでこのシーゲートのバラクーダっていう HDD は結構使うので、これはねかなりおすすめかなと思います。なのでデータの管理の中でね SSD の中で作業はするんですけど、それが終わったらねハードディスクの中にどんどん移していくんで、それがねいっぱいになったりすることもあるので、 8TB っていう容量のね大きいものっていうのはかなりおすすめなので、これがね結構セール品で安くなってますので、おすすめかなと思ってピックアップしました。はい、じゃあ次です。次がですねガジェット PC 関連のものの最後になるんですけど、すいません、これがですねサンディスクの SSD、 もう超有名な SSD、 皆さんも使われてるかもしれないんですけど、こちらがですねちょっと現在在庫切れになっちゃってて、リストアップしてたんですけど、ちょっと今見たらね在庫切れになっちゃってたんですよ。で確かにこれプライムデーセールで安くなってたと思うんですよ。先行セールで安くなってた気がするんで、一応ねちょっと紹介はしておこうと思うんですけど、僕もね長年使ってるサンディスクの、ポータブル SSD の 2TB になるんですけど、こちらもですねもうかなりコンパクトですし頑丈っていうところもあって、今まで不良を起こしたりとかそういったものもないので、こちらもねおすすめっていうことでピックアップさせてもらいました。で、16日17日の本セールまでにちょっと再入荷するかっていうのがわからないので、もし再入荷されて安くなってたら購入検討されてみていただけたらいいかなと思います。でちょっとねセール対象品になってたかっていうのがちょっと記憶が曖昧なので、もし間違ってたら本当に申し訳ないです。そのあたりはちょっとご了承いただけたらと思います。はい、じゃあ次はですね iPad 関連に行きたいと思います。今年ですね僕ちょっと iPad を初めて買ったんですけど、その時にね iPad 本体含め少し周辺機器も買ったりしたので、そのあたりの紹介をしていこうと思います。でまずはですね iPad の本体もですね結構Apple 製品安くなってますので、そちらから紹介していきます。で僕が買ったのがですね2022年の Apple の、iPad Pro 11インチですね。こちらのモデルを買ったんですけども、こちらもね 15%オフっていうね、セール対象品になってますので、検討されてた方はこの機会にぜひ購入されたらいいんじゃないかなと思います。で、iPad Pro だとちょっとねスペックオーバーだっていう方も結構いらっしゃると思うので、 iPad Air だったりとか無印の iPad だったりとか、そのあたりもね安くなってますので、そちらもチェックしてもらえたらと思います。はい、次ですね、次がですね折りたたみのキーボードで、これは iPad Pro 購入した時に一緒に買ったんですけど、やっぱり資料作りだったりとかそういった時にキーボードを
ずいるなと思ったので、それでね、なおかつコンパクトにまとめたかったので、折りたたみのキーボードっていうことで探しました。でその時に見つけたのがですね、このオミカモっていうメーカーのキーボードですね、ワイヤレスのキーボードになります。こちらもですね、まあ、使ってみてかなりいいですね。右側にトラックパッドと、マウスの右クリック左クリックもついてるので、このキーボードでもう全てね操作完結できちゃうっていうぐらいなんで、デスクワーク的なことをするのであればもう全然このキーボードでもう賄えちゃうぐらいなので、かなりおすすめですね。はい、次ですね。次がですね、iPad 用のフィルムになります。画面のフィルムですね。はい、こちらがですね、ペーパーライクフィルムって言って、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかとは思うんですけど、タッチペンあるじゃないですか。あのタッチペンで、あの画面に書くときにイラストだったりとか絵とか、あのまあ字書いたりとか、そういうときにあのペーパーライクって言って紙に書いてるようなね、手触りになるフィルムになってます。ちょっとねザラついたような感じになるんですけど、それのフィルムになります。で今ね紹介してるやつは僕が使ってるやつとはまた別の商品になるんですけど、これがですね、あの取り外しできるっていうフィルムになってるんですよね。なのであのやっぱり書くときはそのペーパーライクのフィルムがいいんだけど、やっぱりタッチするときにちょっとザラついてるの嫌だなとか、そういう方もいらっしゃると思うので、このね着脱式っていうのはかなりいいとこかなと思います。でこちらもね1699円とかなり安くなっておりますので、参考にしていただいたらいいかなと思います。はい、じゃあ iPad 関連はですね以上になります。次にですね、次僕がもう大好きなデスクの周りになるんですけど、こちらの製品結構多めになってますので、こちらちょっとね紹介していきたいと思います。はい、まずですね、デスク周りというよりもデスク、ほぼデスクなんですけど、フレキシスポットっていうメーカーの電動昇降デスクの足になります。でこちらが僕もね 2,3 年前ぐらいに購入して、まあ、かなりおすすめです。腰がねちょっと痛いとか、作業中にね眠くなってきたとか、そういう時にね高さを上げてあげて、あの立った状態で作業するとやっぱりね結構気持ちも切り替わりますし、あの体のためにもなるので、これは本当に座る時間が長い方だったりとか、まあ、結構夜に作業される方とか、そういった方にはかなりおすすめかなと思ってます。なのでリモコンでね、こういったリモコンがあるんですけど、これでねメモリーだったりとかあるので、自分の身長に合わせて自分の好きな高さを登録しておけるので、それでねワンタッチで好きな高さにできたりするので、これはかなりおすすめです。でですね、これがですねセールでなんと30% オフになってます。普段は 5万7000っていう結構ね高めの値段になってるんですけど、これがなんと4万円で買えるっていう、まあ4万円切って3万9900円ですねで買えるっていうね、かなりこれはおすすめできるかなと思います。僕もねセールの時に買ったんですけど、スタンディングデスクっていうのを検討される方は本当にこの Amazon のプライムデー先行セールだったりとか、このタイミングでぜひ買ってみていただけたらいいかなと思います。はい、じゃあ次ですね、次がですねモニタームになります。こちらもかなり有名なメーカーにはなるんですけど、エルゴトロンっていうメーカーのモニタームになります。僕がね使ってるやつなんですけど、エルゴトロンの LX っていうタイプのモニターアームで、こちらがですね僕モニターがちょっと大きいんですよ。あの32インチっていう大きめのモニター使ってるんで、重量だったりとかその辺が対応したアームになります。こちらもですね、あのやっぱりモニターの下がねスペースができるっていうのはかなりね、やっぱりすっきりするんですよね。あのこっちの僕いつもサブモニターの方で、こっちのねサブモニターの方で、モニターも使ってるんですけど、やっぱり自由に動かせるっていうのもあるので、簡単にねこれはかなりおすすめかなと思います。こちらも 30% オフで、1万6000というような価格になってますね。はい、かなりおすすめです。はい、じゃあ次ですね、次が、ワイヤレス充電器になります。でこちらがですねベルキンっていうメーカーの、充電器になるんですけど、僕もね、まあ、今ちょっとここにあるんですけど、いつもね使ってるやつで、こちらの充電器がですね iPhone と Apple Watch、 さらにワイヤレスイヤホンが充電できるっていうような仕様になってます。で、まあ、見ていただいたら分かる通りマグセーフ対応なんですよね、これが。なのでスマホが、宙に浮いてる状態で、かなりスタイリッシュな見た目で、あんまりねこういったものってないかなと思うので、結構ねまあ、デスクの上でおしゃれなねワイヤレス充電器欲しいなっていう方にはかなりおすすめじゃないかなと思います。これね結構おすすめです。僕も、もう2年ぐらい前から使ってて、かなり、もう愛用してます。でこれがですねちょっとセールじゃない時が、2万円ちょっとして結構高いんですよ。充電器にしては2万円ちょっと高いじゃないですか。それが、プライムデーの先行セールで今 34% オフってなってて、1万5000切るぐらいになってますので、これはね今買い時なんじゃないかなというふうに思います。
はい、じゃあ次ですね。次がですね、ちょっと路線が変わっちゃうんですけど、デスクの上で僕が、今年ね、かなり重宝したアイテムになるんですけど、これメーカーなんていうのかな、キーリッシュっていうのかな、ちょっとメーカー名がわからないんですけど、カップウォーマーっていうアイテムになります。でこちらがですね、あったかい飲み物を、温度を保ってくれるっていうようなものになります。なので、この、カップウォーマーの上にマグを乗せてあげて、それでね、温度、ここ75って書いてあると思うんですけど、これ75度っていう表示になるんですよ。なので、これでね、75度にずっと保ってくれるので、冬でも結構あったかいまんまコーヒーが飲めたりとか、あったかい飲み物がずっと飲めるっていうような、かなり優れものになってるので、今年の冬かなり重宝しました、これは。で、しかもここにね、時計のマークがあると思うんですけど、タイマー機能だったりとか、そういった安全面も考慮されているので、切り忘れとかがないんですよ。なので、これかなりおすすめですね。はい、じゃあ次がですね、ウェブカメラになります。最近ね、Zoom で会議される方とかも結構増えてらっしゃると思うので、これがね、僕が使ってるロジクールの、ウェブカメラになるんですけど、これがもう本当に取り付けがすごい簡単なんですよ。このパソコンのね、モニターの上にもう引っ掛けてあげるだけになります。で、後ろで USB のケーブルついてますので、それを這わせてあげて、パソコンにつないであげたらもう使えるっていうような状態なので、この取り付けがね、しやすいっていうのはすごく、ありがたいなと思います。しかもね、これ結構画質がすごい綺麗なんですよ。そのズームにね、画質そんなに求めないよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、やっぱりその相手と打ち合わせするときにね、ザラついた画質だと不快感与えてしまう可能性もないとも言い切れないので、僕はね、その辺の画質っていうのはちょっとこだわりたいなと思って買ったんですけど、これはね、画質もいいし、取り付けもしやすいっていうので、かなりおすすめなんじゃないかなと思います。で、これ結構ね、セール割引大きくて 39% オフってなってますので、5400円となっております。はい、じゃあ次がですね、キーボードになります。僕ね、キーボードめちゃめちゃ好きなんですよって言って、まだ1個しか持ってないんですけど、ちょっとね、今使ってるキーボードが白色なんですよ。なので、僕黒が好きなんで、黒のキーボードちょっと一つ欲しいなと思って探してたやつが安くなってたんですよ。はい、もうこれね、ちょっともう始まって見つけた瞬間もう即ポチしちゃったんですけど、もう明日届く予定にはなってるんですけど、これがね、ロフリーっていうメーカーのフローっていうキーボードになってます。で、これがね、ロープロファイルっていう結構ね、薄めのメカニカルキーボードになってます。こうやって見てもらったら分かると思うんですけど、結構ね、薄めのキーボードになってます。で、これがね、打鍵感が結構いいらしくて、実際にちょっと触ったことがないんであれなんですけど、打鍵音とかめちゃめちゃ僕動画で見て聞いたんですけど、すんごい好みの音で、すごい、なんていうんですかね、カチカチいうような音っていうよりかは、ちょっとコツコツいうような、少しなんていうんですかね、抜けるような音がするので、それもね、音も結構好きで今回購入したんですけど、もう届くのがめちゃめちゃ楽しみですね。はい、で、今回僕買ったのは、この今ね、出してる 75% の配列のキーボードになります。で、こちらがもうなんと 40% オフなんですよ。でも1万8000円っていう値段になってるので、普段は3万円なんですけど、もう半額に近い値段で買えるっていうことで、もうすぐ即ポチしました。で、一応ね、10% じゃない、100% のキーボードもありますので、もしテンキーがね、よく使うんで、キーボードテンキーは欲しいよっていう方は、そちらのね、 100% の方のキーボード、買われてみたらいいんじゃないかなと思いますので、これはね、本当デザイン的にも、めちゃめちゃインテリアとしてもう馴染むおすすめのガジェットになりますので、こちらはマジでおすすめです。はい、次ですね。次がマウスになります。で、これね、僕が使ってるマウスではないんですけど、結構評価も、周りの人もね、結構使ってる方多いんですよ。このトラックボールマウスっていうやつで、ここにね、ボールがついてるマウスになるんですよ。で、これがね、手首の負担軽減にもなるマウスになるので、結構ね、手首が痛いよっていう方は、これ結構ありなんじゃないかなと思います。MX エルゴっていうロジクールから出ているマウスになります。
でこちらがですね、トラックボールっていうのも特徴的なんですけど、もうカスタマイズもできるので、ボタンだったりとか、このトラックボールにもね、アクションを登録できるので、そのあたりかなりおすすめかなと思います。なのでね、よく使う機能だったりとか、そういったショートカットを割り当てたりもできるので、これ結構おすすめですね。で次がですね、次もマウスになります。で同じくね、こちらもロジクールのマウスになるんですけど、こちらが MX Master 3S っていうようなマウスになります。でこちらもね、結構形状的には手首への負担は軽減してくれるマウスにはなってるんですけど、これですね、僕が普段使ってるこのマウスになるんですけど、こちらもね、かなり僕も何年かな、これ2、3年ぐらい愛用してるんですけど、めちゃめちゃ使いやすいんですよね。はい、もうカスタムボタンがあったり、もうこのね、親指を置くところ、ここもボタンになってるんですよ、下が。なのでここにショートカット割り当てたりとか、あと横のこのスクロールのボタンあるじゃないですか。これめちゃめちゃ便利で、僕動画編集するときにタイムラインの横移動だったりとか、まあ Excel とか使ってて横移動させるときとか、これ使えるんですよ。ここ回すだけで横に移動してくれるんで、これめちゃめちゃありがたくて、もうなんで、もうそういった意味で結構ね、カスタムボタンがあったり、この横のダイヤルがあったりと、結構おすすめのマウスになりますので、マウス探しされてる方、結構おすすめかなと思います。はい、じゃあ次ですね。次がこれもね、最近はよく見かけると思うんですけど、ツールボックスエリートっていう左手用デバイスっていうものになります。はい、なんで動画編集だったりとか、いろいろクリエイティブ系の作業をされる方、イラスト描いたりとかですね、写真の編集したりとか、そういう時に使えるキーボードやマウスとは別のショートカットを割り当てて、そのショートカットをもう駆使して時短させてあげるっていうようなデバイスになってます。でですね、これも、まあ、僕ね、ちょっとまだ使ったことはないんですけど、これめちゃめちゃ気になってはいるんですよ。やっぱり動画編集の時にショートカット割り当ててあげて、作業効率を爆上げしてあげるっていうようなのは、やっぱりね、していかないといけないなって思ってるので、これはね、クリエイティブな作業されてる方には結構おすすめかなと思います。はい、じゃあデスク周り最後になります。でこれがですね、電源タップになるんですけど、こちらがですね、エレコムの電源タップになります。でこれね、僕使ってるんですよ、デスクの配線関係で使ってるんですけど、これね、まずデザインが黒ですごいシンプルっていうので、あまり目立たないんですよね。はい、机の下に隠してあげれば、なんてことはないんですけど、すごくね、目立たないっていうのがありますし、ですね、10個口っていう、あんまり10個口ってないんじゃないかなって思うんですけど、その結構ね、コンセントいっぱいさせるっていうので、おすすめかなと思います。でこの商品のいいところがですね、この2箇所だけちょっとね、幅広に設置されてるので、隣に干渉しちゃってさせないよっていうような電源タップ結構あると思うんですけど、それが解消されるっていうので、これめちゃめちゃおすすめの電源タップじゃないかなと思います。で今ね、 15% オフってなってますので、結構ね、1760円と安いので、これは結構おすすめかなと思います。はい、じゃあ撮影関係の機材に次行きましょう。はい、でまず最初はですね、SD カードですね。はい、もうこれはもう撮影には必須のアイテムとなります。でこちらもね、セールの時にはもう毎回ね、セール対象になってはいるんですけど、プログレードの SD カードですね。これ僕がいつも使ってるものになるんですけど、結構転送速度だったりとか、そういった部分がかなり優秀なメモリーカードになります。こちらのプログレードの SD カード、今まで僕はトラブルとかが1回もなかったんで、ずっと愛用してます。なので、そういった意味でもね、今回おすすめしたいなと思って紹介してます。はい、じゃあ次はですね、スモールリグの商品になるんですけど、僕がいつも愛用しているスモールリグ製品ですね。はい、こちらがですね、ミニ V マウントバッテリーっていうような商品になります。でこちらこの前買ってですね、ちょっとコンパクトめの V マウントバッテリーとなっています。なので撮影の時とか、結構ね、バッテリーを変えることが多いんですよね。特に FX3 に僕最近変えたんですけど、それからね、バッテリーの消耗がすごい激しいんですよ。なのでそれでね、ちょっと V マウントバッテリー買っても長く回せるようにって検討したんですけど、これがね、結構おすすめですね。僕の使い方としては、カメラの方に USB-C で給電しつつ、あとはですね、外部モニターの方にもつないで同時に給電してあげるっていうような使い方になるので、モニター用のバッテリーだったりとか、そのあたりが不要になってきました。で実際にその2つをつけた状態でも、なかなかね、バッテリーが持つような状態だったので、これ結構おすすめかなと思います。でデザイン的にも僕は結構好みで、ここにね、液晶の画面があったりもして、今何パーセント残ってるとか、そういったのがすごくね、可視化されてて分かりやすいので、このバッテリーね、結構おすすめかなと思います。
で一応ねモバイルバッテリーとしても使えたりするので、 iPhone の充電だったりとか iPad だったりとか、まあパソコンの充電だったりとかね、そのあたりもできるようになってるので、結構いろんな用途で使えるので、撮影以外にも使えるかなといったところです。はい、じゃあ次ですね、次もスモールリグのアイテムになります。でこちらがですね、マジックアームっていうようなアイテムになるんですけど、ですね、こちらはクランプ式で、クランプのついてるもので、このクランプでねどこかに固定してあげてもいいですし、これ外したらネジにもなってるんですよ。でこのアームが、意外とね、何でもつけれるので、ネジ穴さえあれば何でもつけれるんですよね。なんでカメラのリグにつけてあげて、そこに、モニターをつけてあげれば邪魔にならない位置で取り付けできたりとか、あとは、ここに GoPro だったりとか、こういったオズポケだったりとか、こういった小さいカメラをつけてあげて、それでね POV の撮影だったりとか、そういったのにも使えるので、これ意外とね万能なアームになってます。なので本当ね、使い方はもうこれって決まってないんですよね。もう本当に自分が思いついた使い方をされていいと思うので、これ結構1本あると便利かなというようなアイテムなので、今回紹介させてもらいました。はい、次がですねカメラバッグになります。でこれがですね、僕以前YouTube で紹介させてもらったんですけど、ウランジから出てるカメラバッグですね、ショルダータイプのものになるんですけど、こちらも、なんとですねセール対象になっております。こちらがですね、もう普通に安いんですけど、セールの対象になってて、もうさらに安くなってるんですよね。普段5300円っていう価格なのに、今3900円っていう、ちょっとねもうこれバグなんじゃないかっていうぐらいの価格になってます。で本当にねこれコンパクトで、街歩き用のカメラバッグとしてはかなり優秀なんじゃないかなと思います。ミラーレス一眼とかでもちょっとね大きいレンズとかつけると、収納がしにくくなってくるかなっていう部分はあるんですけど、本当に小さい GR とか、あとは小さいミラーレスカメラとかだったら全然入るので、これはかなりおすすめしてるカメラバッグになります。周りの方でもね結構ねこのカメラバッグ買ったよって言ってくれた人もいたりするので、結構ねおすすめかなと思います。ぜひショルダーバッグ探してる方は、チェックしてみてください。はい、次はですねレンズになります。でこれがですね、本当に街歩き用とか普段のスナップ用に僕が使ってるレンズにはなるんですけど、 TT アルチザンっていう、中国のメーカーだったかなのレンズになるんですけど、 50mm の F2 の E マウントレンズになります。でこれがね、普段1万円ぐらいで買えるレンズなんですけど、なんとセールで 15% オフになって1万円切っちゃってるんですよ。普段は 11,750 円っていう価格ですね、それが9987円っていう、1万円以下で買えちゃうんだっていうようなちょっと驚きなんですけど、このレンズが1万円にしたら結構綺麗に映るんですよ。なんですごくいろんな人におすすめしてるレンズではあるんですよね。スナップ用だったりとか、そういった場面で使うレンズとしてはかなりコンパクトですし、映りも綺麗っていうことでかなりおすすめなレンズとなってます。ただね、周辺の光量落ちだったりとか、そのあたりがあるので、そのあたりはデメリットになってくるんですけど、オールド感が好きっていう方は間違いなく好きなレンズだと思います。なので、ちょっとね、スナップ用のレンズ、コンパクトなレンズ探してるよっていう方いたら、もうこの機会にね、ぜひチェックしてもらえたらいいかなと思います。はい、次がですね ND フィルターになります。でこれもね僕、普段から愛用してる ND フィルターになるんですけど、ニシのね可変 ND フィルターになります。トゥルーカラーバリオっていうね商品になるんですけど、これもね以前僕、レビューさせてもらったんですけど、これが、めちゃめちゃなんていうんですかね、色転びしにくいND フィルターになってます。今までの ND フィルターって結構緑っぽくなっちゃったりとか紫っぽくなっちゃったりとかしてたので、編集の時にねちょっとやっぱ大変なんですよ、色合わせたりするのが。なのでそれがかなり極限まで抑えられてるような ND フィルターになってますので、これめちゃめちゃおすすめかなと思います。はい、じゃあですね撮影機材関係も最後になってきました。最後です。はい、これがですねホーリーランドのワイヤレスマイクになります。ですねラークマックスっていう、ワイヤレスマイクになるんですけど、これもねコスパがめちゃめちゃいいんですよ。音質めちゃめちゃ良くて、僕がね実際に、普段使ってるわけじゃないんですけど、一緒にね仕事してる、方々が結構使ってる方も多くて、それでね使わせてもらったりとか、撮影した映像を聞かせてもらったり音声聞かせてもらったりした時に、おめっちゃ綺麗やなって思って、いいなって思ったワイヤレスマイクになります。でそれがね今先行セールで、20% オフってなってますので、3万円でねこの音質がかなりワイヤレスマイクが買えるっていうようになってるので、
かなりおすすめかなと思います。普段はね4万円ぐらいするんですけど、それが1万円近く安くなってますので、この機会にねワイヤレスマイク探してたんだよねっていう方はかなりおすすめなんじゃないかなというふうに思います。でこちらねノイズキャンセリングとかいろんなね機能もついてるので、本当に屋外で撮影する時の音声収録だったりとか、そういった撮影にもかなり使えるようになってるので、これはおすすめかなと思います。で驚きなのがですね、見ていただいたら分かる通りラベリアマイクが2本ついてるんですよ。これびっくりして、僕もラベリアマイク2本ついてこの値段なんだって思って、もうこれはおすすめなんじゃないかなと思います。ラベリアマイクって普通に1本買っただけでも、まあ、5000円から1万円ぐらいするので、これが2本ついてこの値段っていうのはかなり買いじゃないかなと思うので、ぜひねチェックしてみていただけたらいいかなと思います。はい、じゃあ最後になります。最後がですね、もう本当にジャンルがガラッと変わって、最後1個だけちょっとぜひね紹介したいものがあるんですけど、こちらがですねボダムっていうグラスになります。でこちらがですねダブルウォールグラスって言って、2層構造になってるんですよ。見ていただいたら分かると思うんですけど、このね2層構造っていうのがもう本当にグラスの結露が気になったりとか、冷たい飲み物せっかく入れたのにすぐにぬるくなっちゃったりとか、そういったのがもう全て改善されるグラスになってます。で見た目的にもおしゃれなんで、結構僕デザイン的にはかなり気に入ってるんですよね。で冷たいものも結構長持ちしてくれるので、これ本当におすすめのグラスかなと思って最後にね紹介させてもらいました。はい、ということでいかがだったでしょうか。すごくねちょっと商品数がね多かったので、かなり駆け足にはなってしまったんですけども、いかがだったでしょうか。今回のねもう先行セールでもすでにめちゃめちゃ使えるものがもういろいろとね、もう数多くの商品がもう値下がりしているセール対象品になっているっていうような状況ですので、もう今からね皆さんも欲しいものリストに入れていたものだったりとか、前々からね欲しいなってちょっと思ってたものとか、そういったものもね結構あると思いますので、ぜひねこの機会にいろいろと買ってみていただけたらいいんじゃないかなと思います。一番最初にも言ったんですけども、今回ね紹介した商品のリンクに関しては概要欄の方に全部ねリンク貼っております。なので、気になったものがもしあればそちらの方からぜひチェックしてみていただけたら嬉しいです。ということで今日はですねこの辺りにしておこうと思います。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、それとチャンネル登録の方ねぜひよろしくお願いいたします。それと SNS の方もやっておりますので、ぜひそちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。